はい、ということで、始まりました、大好評企画。まだ1本目配信されてないですけど、大好評と言っておきましょう。1本目は長尾マリアさんやらせていただいたんですけど、こんないい暮らししてるんですか？別に普通でしょ。これいくらなんですか、月？ここピンします。これはちょっときついな。次はね、もう1本で何人かギュッとした方がいいんじゃないかということで、今日3名ですね。3名の女性のお宅訪問をして、性接待を受けながら、誰が一番良かったんだということをやっていくという、はい、完全ピンクチャンネルですね。いや、全然違うんですよ。びっくりした。もらって台本違ったっけ？台本、ちょうだい本送ってくんなよ。性接待びっくりした、ね、風俗の案件の台本読んでたんやけど。何やねん。いや、そんな案件もないですから。ということで、今日なんですけど、一人目の方のご自宅に、もう早速いい匂いがしてまして、はい、バリバリ料理やったとかも。あ、すごい作ってあるわ。コンセプトはですね、長森さん見てない方、はい、一旦それで見ていただきたいんですけど、お宅に訪問してですね、料理を振る舞ってもらったりとか、その部屋の感じを見て、その女性に点数じゃないですけど、はい、まあ、いい女選手権ですから、ぼやんとした完全、完璧なルールはないんですけど、皆さんの中で、この人良かったな、みたいな評価をね、はい、その人となりも含めて見てもらえればってことなんで、はい、もうポイントはですよ、こんな風に料理作ってもらってみたら。なあ、これ一番好きね。あ、パスタじゃ作ってんのかな。パスタですかね。一番好きね、これ。これやったら何でもうまくいく。初めて見た、うん、これやったらもう何でもいくのよ、人生が。人生が、いや、もうドラゴンボールみたいなもん。もうこれ一個あったら何でもうまいこといくの。すご、何にでも使える。大体のことこれで許してもらえるもん。許してもらえる。どういうことですか、許してもらえるって。いや、例えばね、はいはい、俺が飲み会の場やん、はい、飲み会の場やろ、これな、はいはい、まあ、三段分分かるよな、まずな、先生いらんな、はい、飲み会の場やん、はい、ほんで飲み会やんけ、みんな宅飲みしてんのに、はい、俺がトイレ15分入ってたらどう思う？戻ってこへんかったら大丈夫かなってなるし、なるやろ、もう行くで、うん、ごめん、あ、ごめん、シャンタン食べてた、今ちょっとトイレ、ごめんっていう感じね。どういうこと？視聴者も僕もハテナなんですけど。いやいや、それはお前シャンタンのこと知らないやつやから。シャンタンはこれこのままでも食べれるから。え、そうなんすか？このままでも美味しいのよ。もう、うまい棒とタイぐらい。そんなに？うまい棒の明太あとタイぐらい。すご。ちょっとこれほんまに。そのぐらい、これやったらもう全部、すべて許されるってやつね。相当料理やってます。ということで、ちょっと家の家主を呼びましょう。はい。あ、お願いします。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。いや、エロいな、もう。エロいて。エロ、YouTube、モザイク、モザイクしてんのよ。いや、モザイクなるな、これ。どんな画角になってんの？どんな画角になってんの？いや、どんな画角になってんの、これもう。エロ、エロ、エロ、エロい、もう。お色直しというか、その横とかさ、いや、なんか、もう透けてるんですよ、パンツ。モザイクよ。どうすればいいのこれ。いや、モザイクなの知らんけど、もうちょっとなんかないですか。オフ感出すぎっすね、はい、オフ感出すぎっすね。いや、その最初に説明してるんですよ。オフの感じでお願いしますと、はい、髪の忘れてくださいと、はい、でも演技しないでください、普通でいいですって言ったんですけど、はい、もう普通すぎた、うん、逆にリアルにオフはあーでしょうね。来た。あー、そういうのじゃないとおかしくなっちゃうでしょう。何カップでしたっけ？H？ うん、おかしい。いや、ちょ、いいですか、早速。はい、どうぞ。なんていうんですかね、いい女選手権ということで、うわー、美味しそう。うまそう。いい女選手権ということで、はい、はい、ご飯は作っといてくださいっていうのを話してましたんで、はい、すいません、逆に遅くなっちゃって。いや、ありがとうございます。いただいちゃっていいですか、逆に。ぜひぜひ。あ、ちょっと、自己紹介だけ先に。はるちゃんです。はるさん、はるさん、あるつける必要あるの？あれ、いらないです。消した、うん、消した、はい、え、ライブ配信とかやってるんですか？配信してないんですけど、これで動画撮ったりしてます。あれ、今何の動画撮ってるんでしたっけ？ TikTok とか。あ、やってるんでしたっけ？はい。それ、春で出てくる？春で出てきます。あ、そうなんですか、はい、あ、見たいな、それ。ちょっとセクシーなやつ。セクシーなやつ、最初はそうだったんですけど。今も真面目なやつしてるんですか？今も何も放置放置でずっと待ただけやるってこと。1年ぐらいなんか何も投稿しなくて。ああ、そういうことね、そういうことね。お店の TikTok を投稿していこうかな。ああ、いいですね。お店どこでしたっけ。そういうのネットニュース、ヤフートップニュースになってましたよ。あ、なんかニュースだったの。トップやったね。トップでした。なんか猫でなんかついた。何ニュースだったのか分かんない。え、なんかグラビアがキャバ嬢に転身したみたいなんで載ってましたよ。びっくりしました。何になったんですか、僕らの。六本木の
ジャングルセカンド。ああ、ちょっとわかるな。ジャングルラウンジじゃなくて。ジャングルラウンジなんですけど、名前が変わっただけ。あ、あそこにいるんですか、じゃあ。あの1階のところ、公衆便所ね、この。あ、そう。あ、あそこにいるんや。たまに来ますけどね。あ、そうなんですか。あ、じゃあその説はまたよろしくお願いします。お願いします。うん、そう、なるほど。食べていいですか、じゃあ早速。料理何、前も僕来た時も聞きましたけど、勉強してんですか、あれ、料理本買って。え、今何歳ですか、嫁に行く練習込みみたいなこと彼氏ができたら、車買いたいな、うん、彼氏ができたら、うん、その男なんかさ、これもう毎回言うからさ、もう毎回、うちの視聴者毎回のこと聞かされてくるさ、女性なんかさ、誰かが言ってたよな、女性なんかさ、正直さ、また開いてたら、もう男はいくらでも止まらんすよなまあまあ、確かにぶっちゃけそうやん、まあまあ、分かってるでしょ、もう一般女性でも、はい、男性でいうとこの BTS ぐらいにモテるわけじゃないですか、女性って。まあまあ確かに、ね、すごいと思うのよ、女性に生まれることって。確かに。でも別に選ばなければいくらでもできるんじゃないですか。いや、そんなこともない。そんなことないんですか。どんなタイプなんですか。尊敬できる人が欲しいですか。あ、いただきますよ、もうそれと。はい、うん、うちさんこんな風に殺されてるからそれ余計やな余計やな。うまっ、尊敬できる人、尊敬でき、なんか自分より、はい、すごいなって思うとこがある人がやっぱ好きです。なんか社長さんとか仕事できる人、顔のタイプとかないんですか。じゃあ顔のタイプはでもはっきりめの方が好きかも。はっきりめってどんなん、沖縄の人みたいな。沖縄の人ちょっと外国人っぽい。あー、でもなんかまあそんなこだわりなくて。そうなんすか。そんなんでも出会いあるでしょ、いくらでも。ですよね。もうだからキャバ嬢ってことですよね。はるちゃん。はい、そうです、そうです。いや、いかにでもあるでしょ。結構普通のうまいわ。美味しいんすか。うまっ。でもうまそうですもんね、マジで。あ、これもいただきますよ、今それで。だってベーコンがあったから、豚さんが。豚さん、あんな甘いのに。いや、ね、言わんでいい、ね、マイクロ豚ってな、うん、原宿の方でマイクロ豚ショップとかあるぐらいのにな、はい、触れ合えるところな、すごい可愛いねんけど。成長止まっててちっちゃいからいいけど、あれもし大きくなってたら、もしかしたらこんな風になる。ベーコンになって入ってたかもしれないし。なんでそんなこと言うんですか。いや、ね、可能性って、これに関してもすごいですよ、ほら。いや、もうシラスがもうすごい数をいっちゃって。いや、すごい数いっちゃってるよ。食べれんくなるっすよ。いや、でも事実だからいただきますって言わなかった。そう、そうですよね。いただきます。いい匂いする。めっちゃいい匂いする、これマジで。あ、いい匂いする。美味しそう。めっちゃ食べてくれる。うわ、いい匂いする、めっちゃ。うまっ、これうまい。うまっ、嬉しい。うまい、うまい、めっちゃうまいぞこれマジ。いや、でもあれやね、その話は変わるけどさ、はい、リアルに女の子の家やもんね、うん、ちょっとさ、長尾さんのやつちょっとまた別やんか。なんか上とか下じゃないんだけど、はい、見たけどなんか豪邸でしたね。あのね、あのマンスリーって言ってホテルなんですよ。ホテル、ホテルに住んであるんですよ。めちゃめちゃお金持ちですね。ここ何平米、これで20とか30とか7畳ぐらいじゃない。7畳、うん、これで家賃今日いくらなんですか。ピー出ますけど、うん、高いな、そういうぐらい高いな、うん、まあ、そうか、そうなるか。高いんですけどね。そうなるか、平米数、うん、周りがいいもん、スーパーとかすぐあるし、はい、な、うん、コンビニとかあるし。引っ越そうかなと思って。え、どこに。近くなんですけど、はい、これは 1L じゃないの。これ何の 1K じゃないですね。あ、そうなの、はい、1K とる。あの、もう一人は欲しいな。どの辺に越すんですか。でも、やらしい話でごめんなさいね。ぶっちゃけ稼いでるでしょ、月。じゃあこれピン入れるから平均どのぐらい稼いでるか教えてくださいよ。その出勤した日数とか売り上げとか、はい、よるんで。よるんですよね。週3ぐらいで。はい、ちょっと、ちょっと、うん、え、週 3? 週3。あと何やってんの。週3だけ？週3だけ。で、そういう風に仕事できるのが一番良くない、うん、なんか向井さんも言ってたわ、ライブ配信なんか僕全然やってないですよみたいな、僕やりたいと思った時にやる、予定も組めへんみたいな。そうなんですね、うん、これたあの、これ楽しいからやってると、はい、仕事としてやってないからっていう、だからストレスがなんかずっとできるやん、はい、ちょっと向井さんおっしゃってたこないだ。集合とかも出れるけど、うんうん、なんか集合お酒飲んでるとなんかもう顔がボロボロになってきて。そう、そんなことないよ、あれ、そうやって思ってるだけっすよ。思ってるだけ。毎日できる飲んでるのに。ボロボロじゃないでしょ。ラマさんの
ナが強いんじゃないですか。なんすかね、どうなんやろうな。いいねそれ。ここなんか、うわうわ、来てくれた人に全力尽くしたいんで週3。アイドルみたいなことやな、うん、え、週3でぶっちゃけ月いくらなの。だから12日出勤でしょそれ。すごっ、全然住めるやんけ、長尾マリアの家。私も結構美容に課金しちゃうのと貯金、あとなんか美容のローンとか組んでるんですよ。美容のローン、何を美容するの。やめたら何をするの。あの過去にやったやつのローンの支払いとか。やめたら、クリニックちゃんとしたとこ行ってる、ぼったくられてない。あと何をしたいとかあるんですか。眉下切開とか。眉下切開、はい、いないアンチエイジングで全振りしたり。そういうことですよね。はい。高い。そんな高いサプリをお安く買えるのがうちのグルームの中でございます。はい、急に入れ込んでくる。びっくりした。イエイイエイイエイ。化粧水も、びっくりした。エルメスの香水に香りする化粧水ね。イエイイエイイエイ。そんなないな世の中に。いやーちょっと食べて。お腹いっぱいの普通にシンプルに。食べてきたから。なんで食べてきたんですか、この資格あるってなってんの。いつも思うんですけど、なんかこういうご飯食べる系の時にいつも思うんですけど、うん、なんか食べてくるじゃないですか。食えよ。いや食べますけど。いや食ったけど、ごちそうさまでした。本当に、いや全然、ありがとうございました。ありがとうございます。ほんまになんかあの変な意味じゃなくね、ちょっとこの画角来て、はい、ほんまにさ絵に描いたようなさ、はい、あ、皆さんここ座ってもらってさ、はい、聞いてるか。絵に描いたようなさ、スタイルのさ、ちょっとこの横から、じゃいいですか。絵に描いたようなスタイルのさ、じゃあ何なんこれ。ワンピースタイル。いやほんまにワンピースやで、こんなん。韓国とか舐めてます。ほんまにそんなレベルっすよ。本当ですか。いや、マジでそうっすよ。なんかその辺、洗面台とか見ていいんすか。あ、どうぞちょっと見たいな。なんかなんもないですけど。うわぁ、綺麗やん。うわぁ、ちょっとエロいなぁ、でもちょっとエロいなぁ。洗濯物がちょっと、あーそうですね、エロいなぁ。やっぱ女性って絶対ここ綺麗な、みんなな。はい、水回りですね。うん、水回り綺麗な、エロエロいな。身長も高いしな、スタイルいいですね、ほんまに。69ぐらいある。身長伸ばした。伸ばしてない。骨伝導してない。骨伝導してない。何でそれ知ってるその言葉。最近流行ってるから。最近流行ってる。知り合いがやりに行ってて。ええー。骨伝導。一年ぐらいかけてでしょ。そう。どうでした？いや、わかんない。な、伸びてるんじゃないですか。15センチマックスいけるな。みたいですね。やったらもうめっちゃモテるでしょ。多分、うん、男も。こっから15センチやろ。うん。十分大きいですよ。いや、僕全然78ですもん。いや、十分、一番いい。え？ 83 が一番いいって俺思ってたけど、うん、そうですか。はい、83の方が、だって83だったら多分もっとこのぐらいになる。83とかやったら大きすぎるんかな。そうなんすかね。そうなん、まあお前見たら69のやつ入ってくるんだから。170あるし、まだ。はい、170あるってやつないもんな、絶対。いやいや、ある絶対ないもん。ある。ないやん。ギリあるよ。骨延長。どんな折り方？1センチ、1センチやれ、1センチ、1センチやれ、15センチやるわ。やれんちゃん。お前なんだ、お前169世代か。いや170世代ですよ。なに169世代。並んで。これで証明で169やもんだって彼女が。いやいや、ほら、僕の。じゃあ横並べてこっち向けて、こっち向けて。いやいや、あるでしょ。ちょっと横に行って。え、どうですか。え、僕のも高いでしょ。あーまあでもほんまに1センチとかいで。いや、だからほんまにるんで。ちょっと、おい、背中ちゃんと伸ばして、背中伸ばして。お前背伸びすんなよ、お前。お前これすんなよ、絶対。してない俺下見てるからな、ずっと、はい、俺ずっと下見てる。してない。あーでもほんまギリやで。ギリ。いやでもだからもうヒールとか履かれたらもうやばいっす。うん、そんなん言わんでも分かってるよ。もう今ですやばいねって、まずそれ分かってくれ。なんで、これは無理でしょ。お前ギリやな、それ。はい。アルハラセクハラ大丈夫なんですよ。めちゃくちゃええな。アルハラセクハラ関係ないよ。ごめんなさい、あのセクハラ、どっからがセクハラなんですか。あ、セクハラは、もう結構。言葉のね。あ、もう全然、セクハラは割と、ハイレベルのやつまで、慣れてるんで、よくやってるってやっぱ。
え、ハイレベルのセクハラ、ごめんなさい、じゃあ レベル10あったとして、はい、レベル3までのセクハラってどんなんなんですか？レベル3、だ言葉ですよね、おっぱいがどうとか。あ、レベル3までだとおっぱいにダイブするとか。レベル3でそれですか？10ってどんなんなんですか？レベル3でおっぱいに10やってくる、はい、俺がいつもやるやつやな、酔っ払ったら。あ、そうですね、はい、はいはい、じゃあレベル6ぐらいまでと、3、4、5、6の間だと、レベル6で、なんか昔ちょっとだけいたラウンジ、はい、で、スカートの中に頭突っ込む。やばいな、やばいな、港区の社長ら。イギリス、イギリス、イギリス王族の結婚式の時やんか、それ。エリザベス女王のやつ。あんまで。え？それでなんか、いい匂いする。いい匂いするわけないやろ、や実際は。エリザベス女王の結婚式そうなんやから、あ、そうなんすか。それは結構よくあるんで驚かない。その許容範囲が広いからみんなそれをやってくるから、でもそれは別に良しと思ってるわけじゃないから、だからやっぱこの人も嫌やってなるんじゃないですか。なんか嫌なセクハラと、ああ嫌じゃないセクハラありますよ。いやでもいや、違う、ここに顔を入れてでも言い返するは嫌なセクハラでしょ。嫌なセクハラ。でもこの人ぐらいの角度やったらさ、はい、お前のさ、いつものさ、はい、大体女の子さ、もうええねん、キモいねんってなるやつもさ、はい、全然普通にチューとかするの怖ない。いや、それもそれも、それもそれでちょっと反応に困るっすね。困るよな、それ。それもそれで反応に困る。いやって感じだな。まあいいんじゃない、今日結構いろいろ聞けたわ。孤独女子。うん、そうっすね。年齢不詳。年齢不詳。アンチエイジングに全財産をつぎ込む孤独女子。セクハラレベル6まで OK。セクハラレベル6はデフォルト。いや、あかんって。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次の家行こうか。はい、ですね。次の家は新藤さんの家かな。新藤さん、ね。ちょっと着替えて行ってみたいなことね。はい。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです、本当に。ありがとうございます。あ、違う。最後、じゃあこれ。いやいや、こらこらこら、くしゃびっくりした。だってレベルの方に OK やん。いや、生さまかんよ。はい、ということで、二人目のご自宅はここはですね、もう僕の大好きな姉さんの、はい、いよいよ家まで来たかと。まあそうですね。いよ、思い返したらプライベート、あ、一回二回あったか、どうかってぐらいですから、うん、仕事でしか会ってるのに家へ来るっていう、はい、不思議な感じですよね。まあまあ確かに。いやー、いいですか。はい。あ、いいですね、どんな感じ。はい。申し分ないですね。こんな感じね。重厚感。うん、遊びがない感じ。いや、重厚感はないけど、遊びがない感じ。遊びがない。いいよね。はい。すみません。あ、そうです。よろしくお願いします。ほんまに来たっすよ。ほんまに来ますよ。はい、いい女選手権ですから。あ、はい、いい女選手権、はい、もうふんだんに、だからもう僕も気持ちよくさせてもういや、僕もふんだんに気持ちよくさせてください。ほんまに来たんすね、はい、家まで。家まで。だってあれっすね、プライベート前もなんか飲んでる時言いましたけど、はい、プライベートはだから僕2回ぐらいしかないんですよ。そうですね。え、1回2回え、この間撮影後にそのまま飲んだんでしたっけ。はい。まあ、だそれプライベートの位置にカウントしてるってことですね。してます。その距離感ですから、はい、1回目に関してはほぼ記憶ないですし。確かに、うん、プライベートはほぼないに等しいですよね。まあまあ確かに、本当にない。満を持して約束してご飯とかないですもんね。ない。トイレとかない。でもおっぱいは触らせてくれるんで。おっぱいはだよ。どういうこと。なんでな、無理おっぱい。おっぱいってなんだお前。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。何すか、何すか、これ。いやいや、だからいろんな女の子の家に行って、はい、なんていうの、まあ、いい女選手権っていうとちょっと角が立ちますけど、もともと平原三十一さんたちがそれをやってたから、そのタイトルパクってるだけで、はい、いろんな女性のいろんなところを見ていきたいってだけなんですよ、男性として。なんですか、あ、こういうタイプの女性、まあ、タレントさんやから普段露出してるから、はい、タレントとしての表向きのベールは皆さん見てるじゃないですか。なるほど。で、その子の家がこんな感じで、こんなおもてなしがあるんや、こういう考え方があるんやってのを、見ていければなっていう。なるほど。どうぞ。そうですよ。だからもう今日ここでもう止まっていくぐらいの勢いですから、僕は。本当に？はい。やばい、私本当に家にあんまり人をあげないので。あ、そんな感じするわ。
そんな感じする。なんでなんですか、それは。あの、猫がいるんですよ。はい、はい、はい、はい。猫が…あ、犬じゃないんですか、いい猫猫でしょ。猫よ。いたちぐらいの大きさな。めっちゃでかいけど。めっちゃでかいけど。この家やったら友達は入れて普通に宅飲みみたいなノリじゃないの、この家やったら。いや、やりたいんですけど、ちょっと猫が…嫌がんの。そう、嫌がるんですよ。猫嫌がるんや。でも今日はなんか、外に出てる、いつも出てこないんですよね。あ、そうなんですか。はい。あれですよ、動物飼ってる方って、だから俺の子供みたいな感じの距離感の愛ですもんね、猫に対して。そうね、ガチでそういう距離感やもんね。家族。そう、言うよね。でも嫌がるんやったらあかんわな。そうなんですよ。もうね、酔っ払ったらみんなわーってなっちゃうしね。まあまあ確かに。いや、酔っ払ったらわーって一番なるよ。一番なるよ。こんなずっとエッチされてたから。自分ほんまに三年かたいやと思うよって話したから、この話してなんか撮影の時に芝居でたまたまって一年後やみたいな話して行列並んでたね。どうしようって言ってた。やばい、記憶ない。最悪やん、マジで。ずーっと言ってたよ、ブランディングが。いや、冗談のノリでね。あれですけど、いや、ちょっと一回家見させてもらっていいですか。お好きにどうぞ。猫ちゃんごめんね。はい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 、怒らないよ、怒らないよ。はい、怒らない。すぐジャンプしようとしないよ。怒らないよ。はいはい。もうないですよ。これ家賃結構いい値段するんちゃう？綺麗ですね。はいはい、オッケー。いい値段するんちゃう、これ。はい。ここは、いい場所やもんね。そうですね、まあ、動きやすい。ここにした理由は何なんですか、ちなみに。え、もうこの辺だったらどこでもいいじゃないですか、もう場所的に。はい、うん、ちょっとそこ行くと、さすがに騒がしくなりますか。そうです、ちょっと静かで、そうか、動きやすくて新築だったんで。あれ、駅目の前。あ、新築なんやこれ。はい、駅目の前やもんね。はい、あ、早速これが、きゅー、これいつ出たん。それは去年の6月ぐらいです。うわー、見て。フルのこれが奥さんだ、どうする。毎日する毎日前にセックする？うん、これ奥さんから。うわー、この感じとか好き。わかる？あー、わかりますわかります。これちゃんと男心分かってるっすね、この表紙作ったやつ。そうなんや、作ったやつ。こいつ分かってるわ。こいつって。もう、ま、全部ベスト、この柄も。確かに。これはある一定のレベルになるんだ、わからん。人生7回目。これ、ちょっと趣味みたいなとこあるわ。へー。あ、これ普通のやつだ、これわからん。そうだよ。わからんわからん。だってなんともない柄やん。言うてみたら。うん、これは、いや、作った人すごいね。人妻好きやろ、作ったやつこれ。おかげさまで大好評。これはそうやろ。へえ。うわー、めっちゃいいっすね。いいっすね。俺これよりこっちの方が好きやもん。分からんやろ、お前らなんかクソガキには。これは何、乳首とか今見るん？見れますね。すごいやん。フルヌード写真集なんで。え、フルヌード、はい、え、下もんすか。あ、もうほぼ。あ、そういうもんなんすね。あれ、なんか下は脱げへんみたいなこと言われました。それね、動画はダメなんですよ。あの AV になっちゃうんですけど、画面は OK。 あ、へー、すごいな、うらやましいな。彼氏になった人、これどうなった、こうやって。そこでいいです、適当で。彼氏になった人、うらやましいな。触ったら怒る。怒んないですよ、男の子ですよ。男の子に触っていい、って引っかかってほしいな。きついかな、香水とかちょっとついてるかな。今きついか。ガオーって考えたらどうしよう。はい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 。で、ここはベッドね。はい、ベッドです。エロいなぁ。エロいなぁ。やばい。何がやばい、何がやばい。え、なんかあんの、何があれ、何があれ。あれ、これはでも本当に自分で言ってあれなんですけど、そのピンクのエログッズ、エログッズっていうか、うん、コスチュームみたいな。なんでこんなんあんの。ここで撮ったりしてる。あマジで本当にそれだけです。自撮りのね。そうです、自撮り用のなんか。そうそう、だからその我々もそうやって、インフルエンサーのインスタグラマーみたいなことやから、要するに写真撮らなあかんから、はい、我々はそういうことね。そういうこと。あくまでね。なるほど。まあ、それ用なんかスプリングが起きた時を。何言うとんねん。あげてるな、男や。その横にあって、うんみたいな。あー、なるほどね。
キヨカーっていうのを想像して置いてる。ならんならんならん、こんなに言おうとこつけようか。逆に、逆に、はっきり言うわ。そんなとこ、ろくなとこじゃない。すごいなぁ。これお手洗い、あ、お風呂？お風呂です。ちょっといいですか？どうぞどうぞ。あ、綺麗。綺麗。あ、これ大好き、俺。あ、大好き、これ。綺麗っすね。ほんまに一人暮らしなんや。男の影ないな。ないっすね。一人暮らしっすね。はい。はあ、ちょっといい匂いしますけど、これもう早速おもてなしとして。食べますか。今ちょうど何か作っていただく。うわー、やった。うわうわ、美味しそう。後ろから抱きついておっかさっていいですか。あ、ほら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 ここ開けんねん、脇開けんねん。アホやアホやな。カレー食べます。カレー一口だけ、はい。うわうわうわ、ライスも、うわすごい、すげえ、サフランライスみたいな、なんていうのこれ、何だっけ、ターメリックライス。すげえ、ちょっとだけ入れますね。美味しそう。めっちゃちゃんとこだわってるやん、なんで。カレーが、俺がカレーが、カレーが、カレーも、俺もうわこれ、色味もいいし、どっから作ったんですか、これ。これは、スパイスから。そうなんですよ、カレー、バターチキンカレーめっちゃ好きで、うん、すごく好き。今日だってカレーが昼前だったもんな。確かに。そうなんですよ、スパイスいっぱい買って、うん、そっから入れて、はい、ガチやん。いや、めっちゃいいですね、その料理できちゃうんですね。一応、お誕生なんで。あ、そうか、年齢30なんでしたっけ。はい、30。もう大人っすね。今年2になります。え、はい、へぇ、これで料理できるって、なんでそんなぐちゃぐちゃにするんですか。カレーの上品な食べ方って混ぜてから食べるんじゃない、違う。いや、育ちですね、それは。いや、すごー。混ぜない、混ぜへんの。あんまり分かっちゃった。混ぜへんの。あんまり見たことない。なんで関西は混ぜますよ。でも、でも違うか、関西か。混ぜて食べるんじゃん、こうやって。すげー。なんで。俺いつも思うねん、ココイチとかに。ココイチとかいいと思う、いつも思うねん、はいはい、混ぜて持ってこいと思う、俺。ぐちゃぐちゃ。いただきます。はい。あ、香りがめっちゃいいね。てかもう米からいってるのすごいな、うん、どうやったら、どうやったら、ちょっと食べにくいねんけど。ちょっとこうやったら食べれるか、こうやったら食べれるわ、はい、ちょっといただきます。どうぞ。うん、すごい、ちゃんとお店みたい。まあでもそうっすよね、だってスパイスが店やん、これ。いやいや、ウーバーさんじゃん。うん、してない。これ、店のやつやん、これ。そんなに。これ、ほんま普通にうまいわ。こんなん作れんねん。俺、この味は変わらないと思ってたわ。そんな、普通の一般的なカレーはカレーであるけど、はい、これ、変わらない味やで。嬉しい、ありがとうございます。うまっ。これさ、お腹いっぱいになるもんやっぱしねえけど、普通にうまいもんでお腹いっぱいになるのと普通にお腹いっぱいになるの違うやん、はい、ほんでこの感じやろ、はい、男落ちるて。楽勝でしょ、もう、ね、イージーでしょ。イージーイージー。いや、見え方悪くなるっすよ、そんな言ったら。それはイージーやろな。うまいっすね。うまいっすか、やっぱバターの感じもしつこくないしな。で、なんかギドギドしてへんな。いや、ギドギドしてるカレーあるんすよ、たまに。辛すぎたりとか、もうバター振りすぎたりとか、はい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 、ちょうどいいです、これマジで。うまっ。いやー、うまっ。飯でも十分。ちょっとでもいろいろ見ていこうよ。どうぞどうぞ。なんかいい女選手権って何を基準にこう。いや、あのね、正直ね、ご飯作って食べてだけなんですよ、はい、でもう家も綺麗し、ご飯も100点やし、これっていうのは別にないんじゃないねんけどな、風呂入るわけに関してな。絶対でも入らへんでしょ、風呂。いや、俺女性の家の風呂入れんねん。一回抱っこしてみようかな。怒るんじゃない、ね、でもこれ床に置いてからじゃないと、しんどいです、多分。そう、危ないです、怖いです。ちょっと抱っこさせて、抱っこさせて、はい、高い高させて、持っていい、いいっすよ、はいはい、持っていい、痛い痛い、いやか。
今日はこの後どういう予定なんですか、ちなみに。部屋片付けて、はい、お師匠でもポーカーでも行こうかな。あ、毎日ポーカーでも行ったのかみたいな感じなんですか。はい、一回勝負しますね、じゃあここで。いいっすよ、できます。なんとなく分かるですね。あ、では、はい、ぜひ今度また。ぜひここでここでここで今あ、いいっすよいいっすよ、一回やりません。うん、姉さんといえばってことでいいんじゃないの。はいはい、なんかあれですね、お金多く見たことするってことね。二、はい、人で勝負することがまずないんだな。あ、あります、あります。二人でだけどうすればいいですか。なんか続けたい、お酒をかけるか。あ、それあ、よっしゃ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 下心しかない。このエロい、ドエロい女もよっしゃこのドエロスケベ女もよっしゃお酒行きましょう。お酒ショップみたいなことあんの。ショップみたいな、はい、で、どうやって進めましょう。じゃあ、ラホさんから、はい、降りるか、かけるか。あ、かける。かける、決める。かける。かけましょうか。かけましょうか。じゃあ私もかけます。かけます。かけたら入れましょうか。ああ、なるほど。ああ、そうかそうか、そういうことか。はい。おもろなってきたじゃん。ショットぐらいの量ってことですね。はい。あ、そのも。子供？はい。わあ、すごい。ありがとうございます。お？大丈夫かな？オッケー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 。はいはい。じゃあかけましたと。はい、かけましたと。はい。いきます。はい。これで送ります。はあ、はあ、これで。いや、これまずいっすね。これはえ、だからあれ、チェック、チェック、チェック。じゃあもう一杯かけます。あ、そういうことか。ほんの最初入れすぎたわ。どうします、どうします。そういうことですね。降りたら飲む。あー、おもろいね、これ。そういうことや、おもろいね。これは違法じゃないよね。あ、そう、うん、そうです。あ、そういうことね。じゃあ、俺も同じ量、ちょっと邪魔か。同じ量入れるから、じゃあ乗るってことでいいですね。乗るってこと？乗るでいいんですか？はい。これちょっとした、ちょっとした量やぞ、これ。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとした量やぞ。じゃあ、うん、すごいね。お、なるほどね。はい、どうしますか。これはかけます。かける。はい。どのぐらい入れると思う。メモリじゃないのよ。やばい。そうだよ、家で飲むことないんだよ。どのぐらい、グラスあった方がいいんか。ほんまにグラスあった方がいいかもしれないね。だってこれもうこのまま入り続けたらいつも物足り伸びやで。確かに物足りジャパン伸びだね。まあでも回数がありますね。 S 飲み、 コールします。コールした。これ一気刺されるのきついぞ。きついぞ。なんでこれ始める。はーい。いやー、ちょ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 、待って待って、これどのくらいかもほんまに分からへんわ。分からんすね。広くなってるから今のちょっとでも多い、うん、まあ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 、まあ、でもこれを4パターン4ターンぐらい続けるから、はい、1回量すごいから、はい、ちょっとで入れるもんほんまに、うん、これ姉さん見て、これ一気するの。いや、まあ、こっちでしょ。あ、多い方か。そうですね。そうです。いや、そうそう、かけた方を飲むんで。え、マジでそんなことある。いや、だからそれと言うとレーズみたいなことありますからね。いや、やばいやん。これジャック持ってんの？いや、しんどい。これはおもろいっす、マジで。なるほどね。で、これで姉さんが今引くって言ったらどっちを飲むの？これを飲むっす。え、もうでも負けてもこれだし、引いてもこれなの？引くって何ですか？あ、そうそう、降りる、降りたらだってもう負けじゃないですか。あ、負けたらこれなんや。そうです。降りるか乗るかの二択です、今私。降りるか乗るって言ったら同じ量を入れて。でもなんか負けるんが確定、例えばね、はい、例えば話が負けるんが確定して乗るって選択肢なくない、別に。ない。でも嘘ついてるかもしれないっていう。ブラフね。あー、でもなんか、ちょっとしたミリをプラスして飲ますっていうのメリットに対して、飲むっていうのがでかくすぎる。めっちゃでかい。え、いやだ、でも引いたらなんか半分とかにした方がいいんじゃない。これ何倍か飲んでたらしんどくない。
しんどいっすよ、もうだあの引いたら、引いたらこれだけ飲むっていうやつだから、じゃあね、これグラス2回でもおかしいね、ルール的に。あー、わかります？引いた時はもうこれだけで終わるっていうのがあった方がいいな、この半分とか。うん、もう一個グラスないですか？あります。その方がいい、多分。え、もうこの時点できついもん、もう、うん、そうじゃない？そう引いた時はこれで逃げれるっていう出口があった方が、これやったらもうどっちでもいいってなるもん。まあそういうことじゃない。ああ、そうで、例えばですけど、うん、なちょうどこれがショットぐらいじゃない？はい。引いたらもうじゃあこれで終わるんだったら、もうこれだったらもう圧倒的に違うから。もうやばいやん。ということですよ。でもこれもう終わんないですから、何回でもありますから。やばい、はい、そう。じゃあ一旦降ります。降ります。じゃあまあ皆さん、これどっちがいいですか？もう選んでいいですよ、少ない方。いただきます。え、本当にジャック持ってる？ワンペアか。勝てない、そんなんじゃ。ブラフないと。やばー、すげー。ブラフ？僕嘘つく上手くないですか？大ブラフかまされた。僕嘘つく上手いですよ、皆さん。やだー。いやー、ということで、もうちょっとやっぱ、飲み直すってなったわ。飲み直すってなった。はい、うん、なんか知らんけど、うん、はい、やっぱね、添い寝はダメでした。そりゃそうでしょ。うん、だから外で飲み直すには残念なことに。はい。そこら辺はね、やっぱそのなんかオッケーな感じ出してて、オッケーじゃなかったっす。いや、オッケーな感じ出てれば、はい、これはだいぶ評価点下がります。いや、ここまでいいですよってやっといて、はい、結局硬かったっす。はい、当たり前でしょ。それでもいいよって言ってない。おっぱい触るのオッケーって。いや、そういうのもオッケーな感じになってたな、空気的に。なってない。そんなでしょうよ。自分だけですよ、そんな。なってたでしょうよ、僕のこと。大人が。そうやって。見るみたいに分からない YouTuber のことを。じゃあまたちょっとお願いしますよ。はい、飲み直しですよ。 OK です。そこで、はい、下で待ってます。ありがとうございました。すいません、本当にありがとうございます。猫ちゃんバイバイ。皆さんまた後ほど。はい、おっす。はい、ということで、大人気シリーズ、はい、引き続きですけど、ちょっともういきなりかついねんけど。いや、めっちゃね、やばいっすよ。これやばない。ちょっとさ、ホテルやん。重厚感が。ちょっと、ほんま怖いわ、もう、港区の女。いや、やばいっすね。これ、えぐないか、この感じ。いや、というか、家の家主に来ていただきました。はい、僕もね、動画で絡んだことほぼゼロよ。あ、そうなんですね。ほぼゼロ、動画で絡むの。へぇ。ちょ、来ていただきましょう。はい、すいません、お邪魔します。はい、はい、よろしくお願いします。ねお久しぶりです。ちょっと改めて自己紹介いただきたいんですけど、あんまり下向くとなんかちょっと家やから部屋着の方がいいから、部屋着の方がいいんですけど、合わせて目そらしたこれ今見えたらあかん、もう見える気に嫌だな。ちょっと自己紹介だけあったらいいですか。はい、どうも、大河チャンネルの浦西ひかるです。よろしくお願いします。ひかるさんです。ひかるさんって言うとなんかあのひかるさん連想するんですけど、そうですね。あれですよね、ハルキカイさんの元カノっすよね。もうそのイメージしかないんですよ。確かにプライベートで何回かお会いしてるみたいな感じなので、動画初ぐらい。そうですよね。カレーパンのイベントに来ていただいて。ああ、来ました。え、プライベートってどこで何でしたっけ？あと、僕、実は動画で言うと、その動画と、あと、カジノじゃないです。何でしたっけ、ポーカー。ポーカーも教えていただく撮影の時に、確かに、いらっしゃったんですよ。ポーカーやりましたね。動画で言うとその2つなんですよ。はい、あとなんか、車のワイルドスピードのイベントの時も一緒でした。ああ、そうだ、いらっしゃいましたね。はい、去年のやつですね。そうです。あ、そうだ、動画には実は3回ぐらい出ていただいてるんですけど、プライベートとかないですよね。なんかどっかに同席したとか、そんな感じぐらいですか。いや、ちょっと待って、俺ね、変な意味じゃないですよ。普通になんかインフルエンサーの方かなって、はい、まあ、職業の定義って分かんないですと思ってたんですけど、この家見る感じ、やばいよな。いや、やばいっすよ。普通の、何してる人なんですか、というか。なんでもしてます。やばいよ。裏社会の人。ちょっと待って、ビビんねん。え、これ何だ、誰と住んでんの？弟が一緒に、一週間前ぐらいに弟が。はい。一緒に住み始めました。上京してきて。ちょっと何者なん？一旦家上がっていいですか？あ、全然いいですよ。でも、何これ、
金持ちが買う猫やろ確かに、まあ、確かに金持ちしか買われへんねん確かに誘導してくれてます。え、こっちにいいんですか。あ、こっちも部屋あります。いろいろ。え、うわ、広っ。え、これ何平米？200ぐらい。広っ。え、200？ お前あかんて。やば。お前見え方悪いって、マジでここ、ポーカー。うわ、すげえこれ。え、お邪魔します。うわ、すげえ。すごやばすごっ。ポーカールーム経営してて。ポーカールーム経営そうです。え、あ、ここでじゃないです。赤羽の方で。赤羽でザ・クラウンっていうお店を経営してるんですよ。あ、ザ・クラウンっていうお店を赤羽で経営されてるんですか。そうです、そうです。ポーカーハウスなんですけど、アミューズメント。あ、そうなんや。それの店に発注したやつと同じ台を家に置いてます。あ、以前教えていただいたんですけど、ポーカーがだから、はい、うまいと好きなんですね。めっちゃ好きです。はい。あー、ここ来たらポーカーできるやん。できます。いや、来るつもりですか。でも俺歩いてくれるんですよ。いや、確かに歩いてくれる。確かに。普段めっちゃ友達とか呼んでバーってここでやってる。え、ちょっと改めて自己紹介してほしいんですけど。はい。え、ちょっとヒカルさんは何してる方なんですか。ポーカーこれ赤羽で経営してる、これ分かったと。で、はい、インフルエンサーでインスタグラムなんかすごいフォロワーいますよね。インスタグラムとかもやってますし、あとブレイキングダウンのラウンドガール、ブレイキングダウンガールもやってます。うんうん、やって。え、社長様としては何をやってるんですか。あとなんか通販の会社で、あの、美容商材とか作ってます。はい、ああ、そういう、だからか、うん、そういうこと、それをやってるんですか、主に。いや、もっとちゃんと言わないと、あの、おかしくないよ、200平米は。確かに確かに、うん、俺とかやったら分かるけど、俺も同じようなもんやったら分かるけど、俺やったらスッと入ってくるやん。うん、インスタグラムとかブレイキングダウンのラウンドガール、いや、おかしい、おかしい確かに通販、ちゃんと言わない、通販やってるね。通販の会社と、あとは、まあ、SNS の、うん、あの、まあ、アカウント運用とか、コンサルもみんなやってるよね。そうですね、まあ、あとはコンカフェの店舗、はい、あ、そういうのもやってるんですね。アイドルのプロデュースとかは、まあ、やってたりとか。あ、そうだ、アイドルのプロデュースやってた、はい、知ってる知ってる、うん、もうなんか、いろいろやってますね。で、YouTube チャンネル、あ、YouTube もそうです、やってます。そうです。え、インスタグラムで言うと分かりやすくね、ちょっとおじさまとかに分かりやすく、なん、どのぐらいフォロワーいるんですか。え、インスタ20、いや、すごい、すごい、すごい。で、YouTube もやってるんですよね。はい、すごいよ。え、おじさまね、そういう数字言うと弱いんで、数字とかあるんですよ、おじさまって。 YouTube はでも個人チャンネルと、はい、そのメイン、あの、2人でやってるおたひかチャンネル合わせて、50から60万人ぐらい。すごい、すごい、すごい、すごい。はぁ、なるほどね。いやいやいや、すごい。これ、やらしい話、もういきなり聞きますよ。もったいぶらずに。家賃、これ、いくらぐらいすんの。家賃は…おぉすごい。なるほど。すごいな。嫌いになったわ。早いな。具合悪くなってきたな。確かに。具合悪くなってきたな。うわ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 、うわ、エロ。いわ、なんでこんな冷蔵庫何個もあるの。さっきの冷蔵庫どじけよ。冷蔵庫は3つあります、家に。でしょうね、まだリビング行ってへんねんから、うん、さっきの辺ですでにでっかいのとこあってんから、うん、ここにこれね、これに行けや、リビングまで。うわー、これちょっと えぐいって。やばいかついとこ。すヒカルさん、ヒカルさんってこれ繋がってんの。いや、繋がってはないです。あ、ここもや。ここやばいって。ここ2つ。すごい。え、キャバクラ経営やったっけ、なんだっけ。キャバクラ経営やったっけ、なんだっけ。違う違う。でもそれぐらいっすよね。あの、コルセットとか作ってます。このこれとか。あ、見た見た、そういうの見た、そういうの見た。コルセット。コルセット。あ、を作って販売してるんですか。そうです。で、影響力があるから。細いし、細く売れる。だから、店長さんがいいんじゃないってやつみたいなもんか。あんな感じ。あ、確かにそうですね。分かりやすく言うと。はい。とか、あと、まあ、ダイエットサプリ4月に発売したりとか、まあ、それを、その、代理店じゃなくて、あ、できるとこやった。あぶねえ。あぶねえ。いやいや、それ。元スカピア、元スカピア、できるとこやった。あぶねえ。蹴ってたらもう大事故っすよ。ほんまに。3? 3やるので、あと、お風呂がこっち、さっきの部屋にお風呂がある。ここなんで？あそこもお風呂です。お風呂2個？あ、2個です。2個でいいやろ、お風呂は。やば。え、ここにお風呂あるんですか？あ、あります。そっちがトイレとお風呂と。ええー。じゃあ、2世帯みたいにできるからちょうどいい。あ、めっちゃいいやん。うわ、うわ、
俺もこれ部屋なんか分かった。外まで覗けるぞ。いやさ、もう外まで覗けるやつ。やばいやん。発想が。いや発想やばいやばい。別にやばいって言ってくれないよ。全然関係ないと思うんだよ。え、だって俺だってこの部屋もいいよ。いやもう。すっごい相関性持ってるから。自衛隊の？いや次のクレーターとかみたいなやつ。いやいやマジマジこんなん持ってるからいい。いやもうあかんすよそんなの。この作り何？この溝何？いや、わかんないんですよね、謎の溝。え、ちょっと覗いていいですか？謎じゃない？謎です。滝？滝じゃないです。滝流すやつですか？なにこれ？これなの？このボタンめっちゃ気になるよ。あ、それも開くんですよ。その、ちょっと開くみたいな、上に。はぁ、ちょっと露天風呂感があるんや。確かに。え？これ何？スカルちゃんの裸だから見れるでしょ？見えるんですか？いや、これ100見えるっすよ。昼間はあれ見えないですよ。夜は見えるですよ、電気つけたら。見えるですよ。見えるですよ。いや、見えるですよ。ああ、全然いけるな。何人とか知り合いのマンションだし、いけるな。知り合いねえから。いけるな。全然いけるな。はあ、すげえ。やばい。あ、シューズクローゼットだ。ここ、靴とここに全部。うわ、広っ。これ分かる？このマンションの感じ、はい、なホテルの感じ分かる？好きっすよね。じゃあこれ好きやね。ホテルやんか見てくれ。ホテルやんこれ。この感じ落ち着けない。俺こういうの好きやね。重厚感ね。重厚感、重厚感大事なんですよ。あ、軽いのが安い。軽いのマジ安い。なるほど。これは？これはあのランドリールームみたいな。ランドリールーム。なんか備え付けなんですよ、このなんか。あの、すごい。高級マンションあるある。ちょっと嫌なんですよね。そう、使いづらいんですよ、これ。ね、それやっぱあるあるでみんな言うね。ちょっと嫌やよね、これね。自分の洗濯機、置けないんですよ。はい。これのせいで。はい、ですよね。はい。だからね、あれなんですよ。これね、やるやつは、これボボワンってもう、引っぺがして、はい、倉庫から入れて、配置してここに置くんですよ。あ、なるほど。で、最終的に現状復帰するんですよ。あ、なるほど。で、これ誰になるの？あ、でも高級マンションあるあるですね。ついてるからな。まあまあまあ、いいかって。お手洗いここにもあって、ああ、お手洗い今のところ1、2、2個でしょ。トイレ広っ。トイレ広っ。ほんまに広っ。この広さ。うわ、今日もちょっとおもてなし企画ですから、早速チラッと見えちゃいましたけど、すいません、今日趣旨がそうですよ。そう、忘れてた。家紹介じゃないの、おもてなしや。忘れてた。忘れてた。もう家紹介でお腹いっぱいになってる。うわー、いや、広っ。ええー、なぁ、これ。まあ、ええー、なぁ、それ。いいこれ。これ、ゆっくり床聞いたんすか？聞きました。すごい。これ、いいなぁ。テレビついてない？テレビついてます。なんで？僕、ちょっと誕生日過ぎてもいいすか？全然いいです。最初何すんかい。うわー、すごい。すごい。これさ、だからどうすんのこれ、選手権と他の女の子と混ぜてさ、はい、この動画にして、はい、しんどないんこれ、他の女の子。多分、いや、しんどいっすよ。いや、別に高いからいいってもんじゃないけど、はい、気遣いとかも全部やんか、これ、人の隣と全部やんか、はい、もう来た時点で全部完璧なものがあるわけやん、はい、この3月3日に合わせたもの、はい、多分、だって他のところの女にとってウーバーイーツとかしか出てこないんだよ。いや、失礼、失礼失礼、そんなことないよ。怒られる、怒られる、ほんまに。いただいていいんですか、これ。いや、どうぞどうぞ。あとは料理の味ですからね。これ、はい、味音痴であってほしいよな、逆に。逆にそこでバランス合わせないとしんどない、これ。だいたいこれでさ、35で、はい、いや、私は人生捨てたんです、はい、女を捨てたんです、はい、頑張りました、これでこんだけ財を作りましたって、分かん、まだ分かんないよ、はい、正直はね、子供が諦めましたから、はい、40とかでとか言うのって分かんないけど、はい、23歳これからさ、犯罪しても4年後出てこれる。俺、今ここで俺をこれで殺しても4年後出てこれるんですよ。いやいや、それでもまだお前とこの調子やで。はい、そうっすよ。何でも持ってる、今から。やばい。いやではちょっといただきます。はい。じゃあチラシ寿司、おちょ辛いでいいですか？辛いたいですか？ああ、食べてください。もうちょっと時間経っちゃったんで。全然こちらがすみません、遅刻したってこいつなんですけど。いやすみません。唐揚げ。え、これ作ったんですか？何これ？作りました。いいですか？いただきます。あ、うまっ。うまっ。もう100点ですね。唐揚げまずいとかあります？いや、これやばい、マジで。マジですか？こいつやばいわ。こ
これさ、もうこれ30になったらマジやばいで。もう俺はマジ無視されるんちゃう。ワンチャン。以前すいません、ありがとうございました。7年前に無視される、はい。絶対無視する。この子来月くれる人やばいわ。うまっ、待って、俺めっちゃうまいねんけど。これもいただいていいですか。はい、どうぞどうぞ。うまっ。うわ、何が一番得意なんですか、料理。でもスープめっちゃ好きなんで。スープ、はい、はい、スープ系よく作るのと。これ何、これはこれのソースなんですよ。あ、そっか。つけてもつけなくても。すいません、なんかいろいろお邪魔しちゃって。いや、全然ありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴様でした。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。これなんかビニール袋ある？持って帰るわ。ビニール袋ですよ。タッパー、タッパーでしょ。タッパーか。Don't we know what is right or not? Are we victims? Take it up, all the fake news. Get us friction between the right and wrong. We don't even know the answer. Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all just in a fake box? Are we living